いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイクでドラグリアさんからビブラリウムですね。はい、発掘シリーズ第3弾ぐらいですか。 はい、スケッチかオートグラフ、まあ、アーティストのオートグラフか、マニュファクチャーパッチですね。ただ、カードがね、光物でコレクションには最適です。まあ、そこそこ人気のあるキャラだとそこそこな、取引価格でね、されてますね。とりあえず1個開けてみましょうか。ね、はい、クロームカードなんですよね。絵もいいですね。で、光物があったりするんですね。これはインサートですね。クイックシルバー。あ、ハルクって赤にもなるんだ。これはハルクが怒ると赤くなる。それとも別の新種？ちょっとわかりませんが。まあ、こんな感じですね。パック1何かしら出るのかな？光物かインサート？ああ、確かね、そんな感じでしたよね。ガムラもかっこいいですね。シーハルク。あ、キラキラ。ビショップのキラキラですね。やっぱいいですね。クロームカードの光物は、とても綺麗です。そこはね、もうワールドワイドで共通です。光物がみんな好き。ね。もうワンパックずつ行きましょうか、このままね。光ってるよ。これ何これ？レギュラーで光ってる。赤で光ってる。シマー。あ、シリアルか。299の273。これパーソナルって多分もうちょうど1年前ぐらいじゃないですかね。半年以上はやってないような気がします。かっこいいですね。キラキラ。ブラックウィードか、今。スピードボール。お、レッドハルク。キラキラ。いいですね。ローグ。結構この絵柄いいですよね。アーティスト、誰とかは描いてないのか。結構いいですね。なんか、すごいね、ゴツゴツ系で、バキ系の中にも、なんだろうな。なんかね、ハンサム感もすごいし、スマート感もいいじゃないですか。これ同じアーティストなのかな。ビジョンは相変わらずスーって感じなんですね、これね。そういうキャラ。あ、また赤い。シーハルクの赤。これ綺麗ですね。レッドシマーっすよ。299。サノス。ナイトマスクっつうんだ。結構ね、当時は、もうなんか、安くなっちゃったねっていう、商品とかでも。やっぱりいいよね。お、スリーブに入ってる。なんだこれは。デッドプールもかっこいいね。すごいよ。バキバキっとします。これインサート。メモリアル。インメモリア。で、あ、これメタルスケッチ。なんかね、鉄板のようなんですけど、ルーク・ケージ。クロームカードにスケッチ書いてるんですよ。これそうだよね。そうですよ、ほら。アートワークバイ。ね、一応ワンオファーになってますけど。ブラックウィドウ。ね。お母ちゃん、今日も工場に仕事に行くのよ、みたいな。ね。こういうのが特徴ですね。じゃあ、アーティストのサインカードもね、確かかっこよかったはずです。絵がいいですね。レギュラーの。
パニッシャー。やっぱこうなんか改めて見ると当時へーって思ったものでもいいっすね、うん、おロケット光ってますね。逆にあのアメコミ系のクロームカードってこのシリーズしかないよね。マーベルのアッパーデックで他にありますっけ、クロームないよね。そうだよね。はい、パック1何かしら、インサートか何かしらは入ってそうです。トップスさんもね、あのポケモンのクロームふーんでしたけど今すごいですからね。トップスクロームブランドっていうだけでドカーン来ちゃいますから。お、これはクラックアイスになってるな。はい、マニフォルドさん。お、99シリクラックアイスなんだ。いいっすね。シリアルもこれ3枚目ですもんね。うん、いいね。なんだこれはい、ね、ナイトクローラー絵がいいな。同じ人っぽいっす。あ、いや同じ人っぽいな。どうなんでしょうね。かっこいいっすね。おお、これもインサートだ。はい、ウルティメートスパイダーマンっていうのがあるんだ。黒いの。そうなんだ、グーイも一緒にいました。はい、へえ、よいしょ。バロンゼモ知らないゴブリン、あ来た、なんかサメ肌くんなんかサメっぽいんだけど、どっちが前みたいな。グルートいいっすね、大人のグルート。あ、またクラックアイスだ。はい、グラディエーター99シリ、こんなシリアル少ないの2枚も出るんだ、かっこいいよね。99シリ、またね、ちょっとクローム系がブームだから、またこの辺のブランドが復活して初代じゃんってなるとドカーン来るんだよね。そんなもんですよね。よいしょ。よくねお客様とも話すんですけど、みんながへーって言ってるものほど上がり幅大きいよねってよく話してます。お、また、レッドシマーは299かな。ロケット、デスロケットっていうの299ね。はい、ケーブル。おお、このコンビだ北斗の剣だよねよいしょ、はい、ね、ウィンサートもいいですね、かっこいい。何これ、ワンちゃんいるんだ。ロックジャウっていうのいっぱいいますね、キャラクター。いつもお客さんに教えてもらってますお客さんにいつも教えて。お、ナイトクローラーだ、コレクションか。キャプテンマーベルもね、はい、ちょっとあのお年がねいい感じになってますね。よいしょ、ベテランな、はい。おお、ドクター・ストレンジね、いいですね、この髪型が最高っす。ハルク、お、クイックシルバー、パニッシャー、ロキ
ロキイケメンだな声優やってそうだな。ね、善逸の声やってそうだな、はい、あ、シリアルこんな出んだ。5枚目ぐらいで99も2枚で、あ、結構生産数少なかったんじゃないのこれ。もともとまあ当時はね、へーっていうのはどのスポーツね、ゲームカードとかにもありますからね。はい、ベノム、これのクラックアイスとかかっこよさそうですね。はい、じゃあ、一箱のパーソナルね、ヒットのところはこちらですね。このまま、あ、55ポイントの方に出てきます。はい、ということでね、あの一応鉄板風に見えますけど、あのクロームカードのスケッチカードです。はい、ありがとうございました。